じゃないですか、皆さん。元気ですか？あ、はい。こんにちは。申し遅れましたが、本日司会進行を務めさせていただきます、私は山岸恵美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました山マン株式会社には、新しい駅名を、公募いたしまして、多数のご応募をいただきまして、いただきました、新しい駅名については、ただいま続きまして、本日のゲスト、鉄道アイドルとしてこのイベントを盛り上げていただきます木村優子さんにも一言いただきたいと思います。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。どうも、鉄道アイドルの木村優子です。ありがとうございます。なんか今日はイベントに呼んでくださいまして、ありがとうございます。しかもね、とっても場違いな不釣り合いな格好で出てきて本当申し訳ないんですけども、25周年もおめでとうございます。実は私も25歳で同じものを、はい、感じるんですけども、実は前に一度乗りに来たことがありまして、もちろん全駅下車もしたんですけども、全駅って言っても6駅なんですぐ降りれちゃうんですけども、公園もあるし、あと病院もあるし、温泉もあるし、大きい、なんていうんですか、ショッピングモールもあるし、なんかここで住んだら、ね、もうどこに行かなくてもいいここで暮らしちゃうんじゃないかなと思ったし、で今日はここの中にですね、模型もあっちのかなにありまして、その模型を見るとですね、本当に日本をこうちっちゃくして、こうすれば絶対地球優しいなみたいな、そんなの感じできますので、あちらも見てもらえたらと思います。今日から始まるんですけども、8月まで、1ヶ月ちょっとありますので、皆さん楽しんでいってくださればと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。続きまして、テープカットに移りたいと、ユーカリが丘親子エコ鉄道フェスタは、皆様の後ろを走っております、山マンユーカリが丘線の25周年を記念して開催されました。排気ガスを出さない新交通システムによりまして、いち早く環境問題に取り組んできました山マンユーカリが丘線、まさに時代を先取りした交通システムといえます。また今回のイベントでは、他の新交通システムのご紹介をはじめまして、ショッター号の乗車券が当たります抽選の盛りだくさんの内容が企画されております。もちろん木村優子さんにもこの後11時30分からのクイズ大会に参加していただきますので、皆さんもぜひ参加していただきたいと思います。さあ、それでは準備が整ったようですので、まずはテープカットの前に写真撮影を行いたいと思います。一度テープにハサミを添えていただけますでしょうか。なかなか同じ、ね、状態でいただくのは大変ですけれども、すごいですね、皆さんカメラが近くに行ってそれでは、お待たせいたしました、いよいよテープカットに移らせていただきたいと思います。私がどうぞと掛け声をテープカットをお願いいたします。ユーカリが丘
親子エコテツ、ただいまオープンです。どうぞ。吉岡様きま、ユーカリが丘エコ鉄道フェスタ、ただいまオープンいたしました。本日7月26日より8月までの7日間、多くの方々のご利用をお待ちしております。皆様どうぞお越しください。さあ、ドアもオープンいたしました。お待たせいたしました。どうぞ中へお入りください。こちらの29階はレトロがあります。実装もできますよ。できますので、今日は1日ゆっくりお楽しみください。本日はご来場ございます。どうぞ。たくさんのお客様がお越しになりますというところですけれどもね、ぜひ、この